今年3月にリニューアルオープンした、キリン堂店湿布などの薬のコーナーを抜けていくと、こちら、食品販売のコーナーが広がっています青々としたレタスに、バナナなどの果物、豚肉の大容量パックに、鮮魚コーナーには、生きのいいサワガニまで。 まさにスーパーのような品ぞろえキリン堂ではおととし食料品のラインナップに注力した新業態店舗をスタートしていてこれで関西4店舗目です食品も買えますし、まあ、医薬品であったり健康食品あるいは化粧品も買えるもともと強みにしていたヘルスビューティーの部分と、まあ、フーズの強化ということで利便性の追求ができてきているのではないかという注目すべきはその値段 こちら、国産のささみが100グラムあたり79円で売られています。店内で加工も行うことで、低価格での提供が可能なのだといいます。他にも…こちらがイン人気ナンバーワンの塩バターパンでございます。焼きたてですね。店内調理した出来たてのパンやお惣菜も充実。 さらにドラッグストアならではの強みも健康をやはり私たちテーマに取り扱っておりますのでまあお酢であったりとかあるいは油なんかにおいてもまあいろいろな種類のものを取り揃えさせていただいています通常の例えばごま油であったりとかまあ通常のオイルもそうですけれどもまあエゴマ油であったり健康を意識した商品を多く取り揃えスーパーマーケットとの差別化を図ります。 食品コーナーの導入で売り上げは1.7倍に伸びていて、客からの評判も上々ですびっくりしました、いろいろと豊富やったし、いつもの,あの生活用品とか、こういう衛生材料を買いながらあの、おかずを買えるっていうのは、なんか楽やなっていう、これ食べたいから、パン,パン薬と一緒にと思ってね、びっくりしましたけどね。 私は大賛成さらにドラッグストアのスーパーカはほかでも全国に1400店舗以上を構える九州発のコスモスモこちらでもパンや惣菜を取り扱っていますが特に人気なのが壁一面にずらりと並んだ冷凍食品コーナーナ中でも売れ筋はプライベートブランドの冷凍食品です こちらのお客さんが購入したのは、野菜がたっぷり入ったヘルシーな豆腐ハンバーグに。またこれはね、うん、サバ。湯煎や電子レンジで簡単に調理ができ、あと一と品欲しいときに便利なんだそうです。二品でもちょっと足んないなっていうときに、これでご飯のおかずになる。柔らかさとかどうなのあ、柔らか。うちのお父さん今入れ歯作ってた歯がないのね。ちょうどいいわね。 ススーパーパ化するドラッグストアその背景について専門家は高齢化によって、それと人口が減っていくということは、お客さんが少なくなるということですので、男性顧客も視野を入れて、ですね、えー、食品を評価なさったのではないかと。スーパーやコンビニは、今、どんな気持ちでそれを見ているんですかね1キロ圏内の中にドラッグストアがあったら、必ず板手をこぶわけなんですよ。 同一証券内にドラッグストアがあるということは、もう想定内に入れないといけない。